どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、皆さんですね、見えますでしょうか。クラン対戦勝利回数221回、221勝クランですよ。私たちが今111なんで倍、相当強いクランですね。私たち今、結構接戦なのかな、ちょっとゴエモンジャパンがリードしているという状況であります。そちらでですね、もうタウンホール10も2個全開が取られて、こちらタウン、まあそうですね、なのでちょっと今回はタウンホール9のクイヒーハイブリッドやられてます。そのですね、リプレイを見ていきたいと思います。まずマオさんがやられましたね。いやこれですよ、防衛施設完走、そしてヒカベも、ちょくちょくあるという配置でございます。やっぱね、クイヒーやられてて思うのが、アチャクイのレベルっていうのがやっぱりもうゴリ押し感っていうのはまあ当然あるんですけれども、やっぱダメですわ。あのゴビーバとか、いや違うな、ゴレホグとかハイブリッドはやっぱり星1か星3の編成だと思うんですけど、やっぱクイヒーハイブリッドであったり、クイヒーハイブリッドとかクイヒーゴレホグとかクイヒーバルキリーとか、まあ、とりあえずこれはクイヒーのゴレビズからのホグをちょい出して防衛施設破壊っていう感じなんですけれども、やっぱり星2が安定してくるんですよね。今回ペッカレベル5、要するに援軍のペッカ、あペッカレベル4ですかね、これレベル5、どっか行った、ペッカとかを使うので星2を固く取れるんですよね。星2を固く取れてからの星3チャレンジができる編成なので、やはり罠暴きという点でもクイヒーハイブリッド強いです。まあ、しかしね、クイヒーハイブリッドですと、クイヒーのレベルが、クイヒーじゃない、アチャクイのレベルが低かったら、ちょっと時間切れとかになってしまうので、厳しいかなっていう点もあるんですけどもね。そしてこちら、ロスさん。配置的に、もう完全に、星3対策陣なんですよ。対空砲を中に入れたりですね、逆に対空砲を中に入れてからクイヒーでやられるっていうのもあるとは思うんですけれども、いやこの配置取られるかと、この配置を取られたらタモル級どんな配置にすればいいのかっていう感じですよね。もうやっぱり援軍を中に入れて、クランの城を中に入れて、アチャクイも中に入れることでほぼほぼ対応できると思うんですけど、まさかのクイヒーとは反対側のところから第1パートゴレ部隊を投入してくるんですよ。そして要するにクイヒーから反対側の方向からですね、攻めることによって裏ホグとか裏バルの必要がないんですよ。要するにクイヒーで裏を取るんですよね。でサイドホグでカットして、もう中心部はもちろんありませんし、サイドはホグで解除と。いやーこれ すごいなとしか言いようがないんですけどね。まあしかしやっぱりこういうクイヒーっていうのは可能性が非常にありますので、皆さんですね、もう本当にやってみてください。そして次ですね、こちら、ズーカーさんも 99%、 あれコーラさんのさっき見ましたっけ、コーラさんのこちらもタウンホール9同士の戦いなんですよね。クイヒーで編成見てもらえば分かる通り、ホグが8体しかいないということで、でこちらのコーラさんの陣もアチャクイ30、ババキン29、ヒカベカンスと施設カンスとしてるんですよ。その状況でね、やっぱクイヒーの破壊力、まあ、やっぱりバルキリーとかですと、ちょバルキリーそれたーとか言って結構ね、たまに終わったりしますけども、クイヒーの場合重要となってくるのはやっぱクイヒーを反らせないことと、ホグの位置なんですよね。やはり巨爆をいかにしてゴーレムで解除できるかっていうことだと思うんですよね。やっぱ強いです。ということで、今回はタウンホール9の221勝クランのですね、クイヒーでした。クイヒーホグ、ぜひとも皆さんこのもうリプレイをですね、もう止めながら、じゃんごんじゃんごんってやってね、皆さんクイヒーゴレホグで上手くなってください。ということで、これからもですね、221勝のクラン、驚くべきリプレイがあったらどんどん載せていきたいので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴おろしろー、じゃんじゃんチャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。